こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。風光駅に来ております。風光ってどのあたりにあるんでしたっけ？台北の西の方ですね。台北から電車で1時間から1時間半ぐらいの距離の場所です。了解。今日は風光で何をするんですか？風光駅の南にある風光裏おじえに行きます。 Google マップで見たところ雰囲気がとても良さそうだったので行ってみようかと思いました。風光裏おじえには U バイクをレンタルしていきます。じゃあ向かいましょう。風光裏おじえは結構遠そうに見えましたが、バスはないんですか？一応バスもあるんですが本数が少ないので U バイクを使っています。なるほど。バスが少ないってのはなんか毎回行っている気がしています。都市部以外では U バイクを使っていくスタイルが染みついてしまいました。そんなこんなで風光裏おじえに到着しました。お疲れ様でした。裏おじえの端から端まで見学していきます。早速なんですが U バイクステーションの近くにあるお宮を見学していきます。見学し終えました。西の方に進んでいきますね。最初の方でも言っていましたが本当に雰囲気のいいラオジエですね。そうですね、ラオジエのお手本みたいな雰囲気でワクワクしますね。教会みたいな場所に来ました。しかし残念ながら開いていませんでした。あら。もうちょっとラオジエは続いているので引き続き進んでいきます。教会みたいな場所から西は少々雰囲気が変わります。普通な感じになりましたね。そうですね。ラオジエの橋まで来ました。もうそろそろお昼なので引き返しながら昼食を食べられる場所を探します。結局東の端の方まで戻りましてこのお店で食べることにしました。お店が結構混んでまして外のテーブルで食べることになりました。このラオジエは食堂が少なくて食事時になるといつも混雑するんじゃないかと思います。なるほど。外で食べていたので暑かったです。ということで冷たいものを求めております。飲み物にするか食べる系にするか迷いましたがアイスを食べることにしました。美味しそうですね。ですね。こういう好きなものをいくつか選べますみたいなのはいいですね。非常に美味しかったですし冷たくてリフレッシュできました。ラオジエを十分堪能しましたのでそろそろ帰ります。帰りも行きと同様に U バイクを使って駅まで戻ります。風光ラオジエはなかなかいい場所でしたね。そうですね、台北からは少し遠いですがおすすめできますね。駅に帰ってきましたのでこの動画も以上です。
ご視聴ありがとうございました。